夏を彩る花ひまわりが愛知県田原市の畑で満開の時期を迎えています。こちらの畑ではご覧のようにですね、100万本ものひまわりが辺り一面に広がっています。ひまわりが咲いているのは渥美半島の先端、田原市堀切地区にあるおよそ2ヘクタールの畑です。ここは12年前に閉園した観光施設伊良湖フラワーパークの跡地で、10年前からは毎年春に行われる菜の花祭りの会場として利用されています。しかし夏の時期は更地となっていたため、地元の観光協会が去年からひまわりを植え始め、満開の時期を迎えました。訪れた人たちは花を眺めながら散策したり、写真に収めたりして楽しんでいました。ひまわりの見頃は来月中旬です。